糖質制限油揚げブリドを作ります。キャベツ 30g。10回ほどブンブン引っ張ります。油揚げは切れ目を入れ袋状にします。ロースハム。ブンブンしたキャベツ。マヨネーズ。ピザ用チーズを入れ爪楊枝で止めます。 フライパンで両面焼き蓋をしますチーズが溶けたら完成です